ムサムニダ稽古目を澄ませてで稽古を演じました岸井ゆきのです。韓国の上映で動員1万人を達成したと聞きました。とても嬉しく思っています。もうご覧になった方もまだの方もぜひ劇場でご覧ください。韓国の皆さんこんばんは。稽古目を澄ませて監督の三宅翔です。公開始まってからすでに1万人もの方が映画館で見てくださったこと本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。まだまだ上映続きますのでぜひ周囲の方に稽古目を澄ませてを進めてください。そしてもう一度映画館で見てください。はい、笑顔でお願いします。耳は聞こえていませんが問題はないです。もういいんじゃないの。プロになってそれだけですごいことなんだから。小川選手がボクシングをする理由は何だと思いますか。それは何だろうな。